ライトセーバーを満を持して懐中電灯として使っているオビワンです。皆さんどうもこんにちは、フルサクチャンネルのサクシでございます。本日はですね、こちらヨドバシカメラでですね SH フィギュアズを買ってきましたよ。今日発売なんですよ。今回紹介するのはこちら、 SH フィギュアーツからスターウォーズのオビワンケノービになりますね。こちらはドラマ、ディズニープラスで公開されたドラマのオビワンケノービからイワン・マクレガー演じるオビワンケノービのフィギュア化になっております。まあ、今回の見どころといたしましては、まずなぜか一般発売ということで、ディズニープラス作品にしては珍しい一般販売だったんですよね。なので普通に店舗で買えるということで、しかもこれを見てる皆さん朗報ですよ、 Amazon ではもうすでに定価9900円、僕定価で買ったんですよ、レビューしなきゃいけないからね、なんですけど Amazon ではすでに6400円で売っています。ただそれだと明日になっちゃうんですよ、レビューが。だからちょっと遅くなっちゃうからと思って、僕はもう定価で諦めて買ったんですけど、ヨドバシカメラさんの方でね、まあポイントつくし、今皆さん欲しいなってこの動画を見て思った方は、なんと6000円台で手に入るというね、もうこれ買うしかないと、まあそういったフィギュアになっております。で、まあじゃあなんでそんな9900円でもともと定価が高くなってしまったのかってとこなんですけど、まあ多分ね、まあ普通に最近はもちろん物価の高騰で値段が上がってるのはあるんでしょうけど、こちら見てください。はい、布製のクロークがついてますので、そちらがついた影響で値段が上がってしまったというわけですね。まあブラックアダムと同じような値段システムになってるかなと思います。あれもねローブついてるからね。まあそんな感じで今回こちら開けておこうと思いますよ。で、まあスターウォーズ系ってね、あんまり最近は新作映画から登場というのはなかった。まあそもそも映画はやってないんだけどさ、まあ、ドラマから登場というのは少なかったんですが、このドラマオビワンケノービから登場するダース・ベイダーとか、それもプレ版で今度予約開始しまして、それの出来もめちゃくちゃいいんだよね。なのでまあ僕はそこ2つ、オビワンとまあダース・ベイダーで揃えて飾りたいなと思って、今回はこちらを買った感じになりますね。でスターウォーズ系なんですけども、あくまで主観ね、まあ、なんでかは知らないんですけど、昔から顔の出来がめちゃくちゃいいんですよ。なので今回のオビワンもいいんじゃないかなと勝手に、かなり期待しております。でもとはいえ地味にスターウォーズ系のアーツ買うのは初めてなのかなな気がしますね。さあまず本体を見ていきましょう。付属品は後でしっかりと紹介しますね。まず本体はどんな感じなのか見ていこうと思うんですけど、うわー結構よくできてない、結構ちゃんと、あー頭、お結構ユアンじゃないですか。このねユアン・マクレーガー、当時はさちょっと年寄りメイクをしてたじゃないですか。今回ちゃんと年取ってんすよね。まあとはいっても、ね、エピソード4に出てくるオビワンよりは若いんですが、すごくない？結構すごくない？てかかなりすごくないですか？なんかさアントマンのさ顔をちょっと今度発売のね、なんかひどいなと思ったんですけど、これすごくいいですね。目の色とかも再現されてるし、デジプリのこうパチパチ感というか、このつぶつぶ感っていうのもあんまないし、まず造形が非常にいいですよね。そしてこのちょっと年老いた感じのシワ感っていうのも出てますね。これ非常に良い、顔めちゃくちゃよくできてますね。うわー髪の塗りとかもいいし、うわこれは久しぶりにいいフィギュアなんじゃないか。全体のプロポーションとかも非常にいいです。ちょっとこうなんて言うんだろうな、廃れたというかちょっと寂れてしまった感じもとても良いですね。じゃあちょっとこれ付属品からまず紹介して、その後本体のカードとかを見ていこうと思います。付属品へどうぞ。はい、そんな感じで付属品なんですけども、めちゃくちゃ入ってるね。付属品の量もそうなんだけど、手首パーツの量おかしいですよね。他のフィギュアの倍ぐらい入ってんじゃないのマジで。ですね、1個ずつ紹介していきますと、もうマジでめんどくさいからスーッと紹介ですね。ブリスターはあれだよな、フィギュアのやつだからブラスターだな。ブラスターを持つ用の手首パーツ、ちょっとだけ手を開いた挑発用の手首パーツ、前向きにライトセーバーを持てるようなパーツ、ギュッと握り込んでライトセーバーを持てるようなパーツ、オービワンといえばこれ2本指のパーツ、特徴的なグッってやってるパーツ、これなんだっけな、これ何か使ってたな、フォースを使う時のようなすごく開いた、軽く開いたかな、軽く開いた手首パーツ、そして最後はフォースを使う時のようなめっちゃ開いた開き手パーツって感じですね。こんだけ入っております。8種類の手首パーツがついておりますね。かなり細かくたくさんついてる、完全版に近いような手首パーツのようだと思います。そしてライトセーバー、これは腰からぶら下げる用かしらね、これは腰からぶら下げる用のライトセーバーですね。本体のよいしょ、こちらライトセーバーいつもぶら下げて持ってますのでね、ここにつけてあげることでライトセーバー持ってない状態を再現してあげることができるといった感じです。かっこいいですね。そしてブラスターですね、これもね細かくてよくできてるんですよ。まあもちろん塗装は一色ペターンなんですけど、
それもよくできてますね。でこれのすごいところはなんとちゃんとホルダーがついていてですね、ここにちゃんと収納できるんです。細かいね、すごいよくできてますね。スターウォーズケアーツ初めてなんですけどマジで感動してます。顔の出来栄えもそうですし、それ以外の細かなところのこう付属品とか、あとなんだろう、この装備周りちゃんとつけられるとかがね、割とホットトイズ開けてるような感じになるんですよね。このちゃんとセットできたりとか、たくさん付属品がついてたりとか、すごいプレイバリューが高いし、この完成度も遊びがあってもいいなという感じですね。という感じでブラスターが一つで、印象的なライトセーバーがこちら、まず1本ですね。通常のフーの状態と、私はフーの状態のライトセーバーですねがついております。これここないのは、これは何だい、これここで取れるのかい。あ、なるほどね。ここから付け替えてあげて、取っ手部分というか、これなんだっけ、なんていうんだっけ、これ忘れてた。この部分に付け替えてあげることで遊ぶことができるという感じですね。このライトセーバー、このねブルーの部分で取り付けか、なん取り替えかと思ったら違うんですね。そしてめちゃくちゃちっちゃいんですが、見てください、レイヤーが持っていたローラがねついております。これもよくできてんですよ。これね、すごくない、細かいね。ちゃんと造形も塗装もされてますよという感じ。こんな感じでちゃんと塗装も入ってるんですね。すごい、この羽がパタッと開いた状態が一つと、こちら見てください、羽が閉じて、これ細かいですよ。羽が閉じてる状態のものがついております。でね、これだけじゃないんですよ。もちろん造形も、うわちっちゃいな、造形もすごいんですが、この暗夜多分取れるんですよね。この暗夜、ね、取れるんですよ。暗夜を取って羽が開いてる方のローラーにつけてあげることもできちゃうわけですね。なのでこれもプレイバリューバッチリとね、まあ、作中ではなかなかに活躍をしたローラちゃんでございますけれども、それがしっかり2パターン再現できるようについております。でさっき手首パーツの時に若干紹介し忘れたんですが、この若干開いてるパーツですね、ローラ持てるように穴が開いてまして、あ、じゃあ穴ですか、ここにジョイントがありまして、ここにね差し込んであげることで、こうやってローラを持たせてあげることができるようになってるわけです。すごいですよね、ほんとプレイバリューの塊なんだよな、すげえな。そしてちゃんとこの、これローブって言えばいいのかな、もうついてるわけでございます。ただこれ多分ずっと着せておくとね、色移りとかしちゃいそうだから、クロークかちょっと怖いので、まあちょっと着せてはちょっと脱がしを繰り返す感じだと思うんですけども、まあ、素材としては非常に薄い、この指も透けて見えちゃうような素材ではあるんですが、角の処理とかしっかりされているので安っぽさっていうのはないと思います。ちょっと着せてみましょうか。こんな感じで着せてあげるのも簡単ですし、ブラックアダムのねケープはすごく取り扱いにくかったんですけど、今回のは針金がここにビーッと入ってくれてるおかげで割と取り扱いやすいんじゃないかなと思います。とはいえちょっとでかいか、なんかでかくない、こうなんかでっかいなちょっとでかくないか、まあちょっとこれは後でしっかり調整してみましょう。なんかでかい気がしますね。まあ、でも袖がなくてすごい扱いやすい、着せやすい、脱がせやすいなので、まあ遊ぶ方としてはすごい楽ですね。このフード部分がでかいのかもしれないね。そしてですよ、そして差し替え、髪が乱れた時のオビアンの顔もついてます。どうですかこれ、まあ、僕個人としては好みは圧倒的にこっち、顔を持ち上げてる方なんですが、ちょっと怒り顔で唇ビッとしてるオビアンがついてますね。そうだな、どっちがいいかと言われたら僕はこっちなんですけど、とはいえどちらも比較的造形はよくできています。ただこっちちょっとやっぱ癖があるのかな、やっぱ怒り顔はアーツの癖っていうのが出てる気がします、悪い方のね。まあ怒り顔はこんな感じでライトセーバー持たせてあげた時に髪も乱れてるし、すごいこう戦闘シーン感が出るというか、かなりこうブンブン、まあちょっと乱れてるっていうのもあってね、髪が荒っぽいシーンとかを再現してあげることができる感じになるのかなと思いますね。さあそんな感じで本体の可動を見ていこうかなと思いますよ。可動です。さあそんな感じでオビアンケノービの可動を見ていこうと思うんですけど、まず首可動、非常によく動きますね。ブリ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 と首の下も動く、首の上も動くということで非常に可動面が良くなっていると思いますよ。ただ髪が長いから
ここで干渉するので上がそんなに向けないかなって感じです。下はガンガンいけますよ。ちょっと髪長すぎ問題ね。横もいけます。肩スポーンと取れましたね。はい、気を取り直して次は肩、優しくねあんま強く上げるとスパンって取れちゃうから、優しく上げてればここまで上げれますし、前に出しつつ上げてあげればこういう風に上に思いっきり上げてあげることもできますと。便利便利で、すごいローブっていうかなりこう、まあそのジェダイだからね、あの武士みたいな感じのもう着物なんですけど、そういうちょっとデカめの着物の割には、見てください、肘もここまで曲がるし、ここがねライトセーバーを持たせてちょっと邪魔なんですよ。クソ硬いの、ここカッチカチなんですよ。まあ、造形はよくできてるんですよ。見てください、中までちゃんと造形も塗装もされてるんですよ。ただその分硬いと、ちょっとここが邪魔になるところはあるんですが、でこのロー部分というかこの普通の衣装部分は非常によくできていて、まあこの彫りでね再現されています。ちゃんと衣装2枚着てるんだぞと。でベルト部分もしっかり再現されてますし、こことか超かっこいいっすね。うん、いい感じで、肩の引き出し機構とか、肩かなりねこだわって使えてると思いますよ。こうも上がるし、ここも回るんですよ、二の腕ね。でプロポーションが変にならないように、ここに何て言うんだろう、エッジが効いてるので、こういう風なクリクリッと回してあげても違和感が出ない、シルエットにこう着物感の違和感が出ないような作りになってます。ここもかなりこだわって作られてますね。でまあその分ちょっとこの、まあ、服の性質上ね、あの腰にしか角がないんですが、胸角がないです、ここに角がないんですけど、見てください、ローブちゃんとこうやって脱がせられて、肩こんな感じになってます。うわすごいね、なんかこれはちょっとアーツの努力を感じる気候してますね。なんかちょっと惚れ惚れしような、フィギュアを数々開けてきた僕がここ見るとちょっとさすがにテンション上がっちゃうな。すごいっすね、ここ、この辺軟質で、なるほどね、これすごいな。ちゃんとここにバタフライ機構も備えていて、すごいな。シルエットはこれで保ちつつ、中はもうフィギュア、もう動かすためだけを考えた、可動だけを考えた作りになってるんですね。うわかっこいいなこれ、すげえ。ちょっと昔の僕スターウォーズのフィギュア開けたことないので、ちょっと同じ衣装のフィギュアとか気が向いたらちょっと買ってこようかなと思います。これと比べてみたいわ、 かなり進化してる気がしちゃう。昔からこれだったらごめんなさいね。でただちょっと課題がありまして、こんだけ褒めたんですが、ここも軟質パーツできてはいるんですけれども、さすがに全体を覆うような軟質パーツでできてますので、足角横はね切れ込みが入ってるおかげでめっちゃします。縦がちょっとね、まあこれぐらいがスカート履いた人って感じ、これぐらいが限界かな。キープって考えるともうちょっと厳しいかもしれない。一瞬なら行くんだけど、その状態で体勢を整えようと、キープしようと思ったらちょっとしんどいかなって感じ。ただまあ膝はもちろん曲がりますし、まあ膝なんてもうめっちゃ普通で、ただなんかアーツにしたら珍しくね、膝ここ出ちゃうんですよ、ボールが。普通さ、最近のアーツってこういうボール、例えばさこの辺のスパイダーマンとかさ、膝丸いボールが出ないようにできてるんですけど、これ最初のアーツね。ただまあちょっとなぜかすげえ角にこだわった割に急にここボールが出てきますね。僕ねフィギュアすごい好きなんですけど、このボール結構目立つなと思っていて、ちょっと出ちゃうとなんかあんまここ写真撮るのに好ましくないとは思ってるんですよ、個人的には。なのでまあそこだけちょっと残念かな。まあ、それでいくと、ね、ここも出てはいるんですけどね。はい、でまあただ足のこの辺の塗装とかはしっかりされていてよくできてるかなという感じでございます。かっこいいですね。でまあ先ほどローブかぶせて、これクロークか、クロークね、かぶせてあげたんですけど、フードをよく考えたら最終回とかフードかぶせてる感じじゃなくて、どっちかっていうとこういう感じでポーズをとって、まあ、脱いだ状態でだったので、こういう風にフードかぶせない状態であれば非常にプロポーションも良くなるかなと思います。こんな感じなので、まあ、このフードは基本的にはかぶせない感じかな。うん、まあ、僕としてはちょっとあのルークみたいなさ、このクールなかぶせ姿っても再現してみてあげたかったんですが、ちょっとボワッとしちゃいますね。まあ、脱がせてあげるのがいいかな。ただちょっとここの部分の縫い目とか出てきちゃうので、まあ、細かく気にする人はここをねうまく折り込んであげて、それで着せてあげる方がいいかなと思います。これかなり雑に着せてるので、もっと綺麗に着せればいろいろとこう気にならないと思いますよ。なのでこれはブラックアダムのマントが5点だとすると15点ぐらいのすごいいい代物です。これがあるだけで一気に遊び勝手がありますね。こんだけ脱がせやすいのもいいよね。でまあオビワンといえばみたいなね、この2本指でフィット相手を刺したというか、相手に指を刺す、こういったポーズも再現してあげることができます。かっこいいですねテンション上がるね。まあ、やっぱこの垂れ髪はどっちかっていうとあのダース・ベイダーとの対決シーンをイメージしてるのかなって思いますね。なんかそんな気がする。割と対決シーンの時はこれぐらい前髪が垂れていたので、ただやっぱ下半身の可動がちょっとね他のフィギュアに比べれば
いまいちなので、この状態で立たせてあげようと思うとあんまかっこいい姿で決まらない気がしますね。さあそんな感じで今回は SH フィギュアーズから満を持して発売されたオビワンケノービのドラマからのオビワンケノービを開封していきました。めっちゃいいですね。なんかホットトイズ、僕個人的にはあんまりオビワン似てないなと思ってるので、これで大満足って感じです。まあ他のアースと比べればすごい高い、1万円弱、もうほぼ1万円という金額なんですけれども、今 Amazon で買えば6000円台で手に入るので、ちょっと本当にこのレビューをもし見てちょっとでも欲しいなと思った方はぜひ買っておくべきフィギュアかなと思います。確かに値下がってはいるんですが、今だけな気もするし、これかなり良いので、僕ドラマ自体はあんま好きではなかったんですけど、まあもちろん今までのオビワンの中のではね、ビジュアルが一番爆発した、一番かっこいいというか、僕のイメージしてはちょっとこう錆びれたというか、ちょっとこう年老いた枯れたオビワンってこれなんだよっていう完璧な、僕の中の一番かっこいい時期のオビワンがあのドラマだったので、まあそういったビジュアル面ではパーフェクトに再現してくれてると思います。まあ強いて言うなら下半身の角がいまいちかなといった感じでした。そんな感じで僕たちフルタクチャンネルは2人組でフィギュアのレビューでいろいろやっております。よかったらチャンネル登録や高評価の方よろしくお願いします。ではではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。